川渡郎です。はい、ということで今日はですね、いつもの制服じゃないんですけど、最近ね運動不足すぎて喘息を理由にバレエも行ってないし、筋トレとかも全然してなくて、体重がめっちゃ増えちゃったの。もうやばいの、本当にやばいの。もうみんなに言えないぐらい増えちゃってさ、なんで今日は体を動かせる施設に行きたいと思います。そこがねトランポランドっていう、なんか舞浜にあるっぽくて、この間大江戸温泉に行ったんだけど、それの反対側にあるっぽいの。なんでね、まあ行きやすいかなっていう感じです。ただね、東京ディズニーランドっていうぐらいなんで、ちょっと東京に近くてね、千葉なのに分岐が多くて怖いんですけど、頑張っていきたいと思います。じゃあレッツゴー。旅のお供にレッドブル。まっ、はい、ということで到着しました、トランポランド。ここはね、舞浜です。でね、今日ちょっと目標をさっき車乗ってる時に決めてたんだけど、前宙とバク転できるまで帰れませんをちょっとしたいと思います。ストイックにね、最近運動不足すぎるんで、ちょっと体をちゃんと動かしてビシビシと行きたいと思います。レッツゴー。はい、はい、ということで最初はね、飛び方を、はい、よろしくお願いします。はい、お伝えさせていただきます。頑張ります。なんか簡単な技とか、技の展開です。空中で姿勢を変える技。はい、これ大丈夫、バランス取れやすいので、膝をしっかり胸の方に寄せちゃう。胸に寄せて、胸を前に倒しちゃうとやっぱ出れちゃうので、膝を胸の方に寄せ、胸に寄せ、もっと勢い入れていくな。
大スランプに入ってしまいまして、今あのバディさんからね、バク宙先やっちゃった方がいいんじゃないかって案が出まして、私もそう思います。なんで今からバク宙を先にやって、最後に前宙行きたいと思います。行こう、頑張ります。前中だけです。でもなんか今の後ろないのが怖いから、なんか一発でできちゃう気がするんだよ。この勢いでやっちゃおう。よし、行くぞ。最後にお答えください。それではどうぞ。